こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。歯ぎしりと喉の締め付け、呼吸不足について。歯ぎしりをして歯と肩関節の中心に力を入れて肩を持ち上げる状態になると喉に締め付けが起こります。喉を締め付けると呼吸不足になり、咳をして呼吸不足を補おうとするため風邪と間違えてしまうことがあります。喉の締め付けは誤嚥と誤嚥性肺炎を引き起こしやすくなります。チェックポイントとしては2キロ程度の買い物を持ち帰ると息切れや咳が出たり、人と長く話すと声が出しきにくくなり、肺活量、呼吸が苦しくなるような状態がチェックポイントとして挙げられます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。